行きなさい、ほらもっと前にとか言うお母さんとか、ね、こう、そういうそんなことがあったんだっていう、うん、見てる方はそういう流れなんだと思ったと思いますよ、うん、ケンタロウ兄さんのお子さんは来なかったんですか、その、ね、そう、ま、だからその紛れちゃえばよかったのその僕がお兄さんの話になる前にその当選した長男はもともと僕の前のおさむお兄さん世代なので、おさむお兄さんですか、おさむお兄さん、ゆうこお姉さんの歌のお兄さんお姉さんを見てて、で大好きで、でまあ当選決まったわけじゃないですか、11月に当選はがきもらって、でお宅のお子さんの出演日は2月1日ですよっていうはがきをもらったんですよ。でおーよかったなって言った後のそのお兄さんどうみたいな話なんですけど、で研修期間1月研修期間でやってるうちに2月の1日を迎えるわけです、うん、自分の子供が出る日、うん、おさむお兄さん、ゆうこお姉さんのところに子供が出て、はい、でそのカメラの後ろで僕らは勉強しなきゃいけない研修期間ですから、やだ、お兄さん、うん、お姉さんはとはみたいな感じでこうやって、ああそうかそうかっていうところに子供が来るわけですよ、うん、もっと前、それこそそういうこと前だよ前っていう気持ちで見て、あ、違う違う、じゃあ勉強しなきゃいけないんだっていう両方の感覚で見てて、すごー、そんな、うちの子はそんな心配要素に思い切り前に出てましたね。あ、さすがですね、はい、でも、いろんなお子さんいるんです、いますよね、いますよ、だから、やっぱりどうしてもお母さんから離れて不安になる子、泣き出す子ってやっぱ必ず一人二人はいるんですよ。もうとにかくやんちゃな子ももちろんいて、僕らいつも気をつけてたのは、お母さんと一緒の収録って NHK の、西口から入った廊下の、はい、よくたまってもいますね、ところに集合して、いるいる、あ、今日お母さんと一緒なんだなと思って見てますいつもでその集合しているところで、子供係と呼ばれてるお姉さん方が、保護者の方に、いろいろお母さん方にこう説明をして、こうここでこういう流れで、ありますっていう、でそのはて、ある程度説明が終わった後に、じゃあお兄さんお姉さんをみんなで呼んでみようねって呼ばれて、この角のここに隠れてるんですけど、あ、 お兄さんとお姉さんが、いや、うん、でお兄さんお姉さんって言われたら、はーいってこう4人が来るわけです、登場して、こんにちはって、そこから始まるんです。でそこから、子供たちといろいろ話をしながら、うん、歌を歌いながら廊下、じゃあ行くよー、ドーナツ締めに行こうねーって連れてこう行くわけですよ。え、あのスタジオ入って、じゃあお兄さんお姉さん呼ぼうじゃないんですね。違います違います、そう、もうあそこの廊下、西口玄関入った集合場所、そこから長い迷路のような NHK のあの廊下をずっと連れていくんです。その間ずっといろんな話をしながら、歌を歌いながら、うん、ずっと行ってくね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 曲がりながら、あ、ドーナツ島見えてきた、そこ曲がったらドーナツ島だよって言いながら、みんなにこう若くしてもらって入って、スタジオって結構やっぱり暗いし、奥の方なんか出てくるんじゃないかっていう雰囲気があるので、やっぱりそっちに気が行っちゃうとちょっと不安になっちゃうので、なるべくそっちに気が行かないようにここで楽しくこうドーナツ島に導くんですよ。うわ、でなのでこの集合して、うん、集合した場所にお兄さんお姉さんでこんにちはって出てきたところから、今回のグループは誰がこの空気という言い方おかしいけど、支配するのか、まあ、やんちゃな子がこのグループを引っ張ってしまうのか、そうすると大体やんちゃ候補生その次ぐらいの子がみんな釣られてやんちゃになっちゃって、大変なことになるし、ですごく大泣きする子がいたらちょっと泣きそうな子もみんな泣いちゃうんですよ。だから誰をうまくこうなだめて気持ちを落ち着かせるかっていうのを最初こう「こんにちは」って言いながら見てるんですよ。え、もう瞬時にそこで見るの？そこでこう見てて、それで、あ、今回はあの泣く子がこの回こう引っ張っちゃうかなと思ったら、その子をとにかくそういう気持ちにさせないようにっていうことにまず最初の神経を集中して、すごいプロフェッショナルそっから始まるんです。お母さん方の寂しそうな目を見たくないですし、うん、ね、やっぱりせっかくの晴れ舞台じゃないですか、うん、しまいテレビに出るよ、うん、この収録行ってくるからねって、家族親戚、いや、そりゃそうですよ、ね、皆さんにねお知らせされてると思うし、うん、お母さんの席があるんですよ。見えるんですか、子供さんから。見えるんですよ、まあ一応あそこにいるから大丈夫っていう安心感も持ってもらいたいと思って。じゃあ見てるんですね。え、でもいません、なんかこう、うん、ほら、カズくんもっと前行きなさい、ほらもっと前にとか言うお母さんとかいるんですか。そういうポーズはよく見えますThank you.
でお姉さん方が大丈夫ですから、私たちがちゃんとケアしますからみたいな。でもねいやまあまあまあみたいな。もうカメラの回ってないところからも始まってんですよ、お母さんと一緒は。始まってます、うん、だからその集合場所から、入ってドーナツ島着いたって、その流れでまた歌を歌ったり体操の練習をしたりで、そのままはさあみんな今から、本番だからとかともちろんそんなこと言わないですし、ずっと歌ったり体操してる流れの中でスーッと始まるんですよ、まあね、なんとなく席に座って喋りながら歌いながら、こっちでははい上から、30秒前とかなんかこう言って、うんうんうん、でそれをこう聞いて、うんうん、そう、あそうかそうか、あーとか言いながら、20秒前っていうの聞こえてきて、でそう、あそうだよね、こんにちはって感じ。確かに、うん、なんでなんか喋ってる子いますもんね。そうそう、だからその時会話してたの、してたわけですよ。そういうことか。で一番、まあ、困るというか、まあ、おかしいのが、その会話の途中でスタートになった時に、この子はまだ会話が終わってないから、その続きをこう言ってくるわけです。それでね、おばあちゃん家行ってね、あのね、飴もらって見たことあるよっていう、あーそうね、うん、で、ねみたいな、こうこっちとこっちの会話がこうシンクロしてみたいなことがあったりするんですよ。え、じゃ終わったら最後風船降りてくるでしょ。降りてきてもまだこうザバザバとやってるんで、風船ね、でだから あ取れなかったって渡してあげるし、その後記念撮影をしてお母さんのところに送り届けるんですよ、うん、だからその流れ でまだなんか話したい子は話しかけてくるし、風船取ってじゃあみんなで写真撮ろうよっつって言いながら集めて並ばせて、で写真を撮る お兄さんがいて、うん、で写真撮って、ああよかった、撮った楽しかったかなとか言いながら、で、はーいとか、じゃあお母さんのところに、じゃあ楽しかった、で、ね、行ってこようかって、で、送り届けて、うん、で、最終的に出たところで、お見送りはそこで お母さんに届けて、バイバイするんですけど、うん、じゃあそこまでが全部繋がってるというか。すごい、ちょっと、ね、夢中で見ていた、こっちとしてはそんなことがあったんだっていう、すごくこれ今多分見てる方はそういう流れなんだって思ったと思いますよ、うん、あんまり言わないですもんね。そうですね、なかなか、うん、言う機会はないかもしれないです。うわあ。